その後、怪獣と中地は平和に暮らした。ここからまず一つ目、怪獣の生活を見てみよう。前回はね、あの中地警部に逮捕されて大変だったもん。もうね、二度とあんなことがされないように僕が刑務所を作りました。こちらです。前回と同じやねって思った方いると思うんですけど、前回と同じです。イエーイ。で、同じ持ちネタを何度も何度も使って、再生数を稼ごうとしてるやつ。ちょっと何言ってるか。とりあえず今回僕の普段の生活見てみよう。僕編集下手すぎて見れないんだけどね。もうちょっと編集が上手かったら見れるけど、編集があまりにも下手すぎるから見れねえ。以上、カイルのその後の過ごし方でした。てんてん。中地バージョンは次回来た時に。